はい、どうも、高田元就です。この動画で明日の重賞予想、そしてウィンハイム対象レースの S から栄養カバー、こちらをやっていきたいと思っております。明日は京都で春のクラシック戦線の、ね、最終戦である菊花賞が開催をされます。こちらの予想をやっていきたいと、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速予想に参りましょう。今年の菊花賞なんですけれども、本命は里のグランツにいたしました。まあこちらソウルオールデイズでもなく達成エラーでもないというそんなところがね本命となっております。まあこの馬なんですけれども前走がですね神戸新聞杯この秋の秋華賞につながるというそんなステップレースだったわけなんですがそこで勝利を収めて、しかもレコード勝ちというねそんな負け付きでした。まあただ正直レコードかどうかあまり問題ではなくてですね当時が上がり3ハロン2位で勝ったことそちらの方が僕は大事だと考えております。こちら、週中のデータ分析でもお伝えさせていただきましたが、この京都のね、過去10年の菊花賞におきまして、前走阪神2400メーターの神戸新聞杯、こちらは上がり3ハロン2位以内で勝った馬が4010と1頭も馬券圏外がありません。あとやっぱこの馬のバックボーンですよね、こちらについても触れないわけにはいきません。まあ、この馬、お父さんが里のダイヤモンドでして、言わずと知れたこのレースの2016年の勝ち馬でもあります。で、友一厩舎なんですけれども、この厩舎ほんと長距離強いんですよね。もうステイヤー続々排出という感じになっておりまして、昔だと、アドマイヤ、確かフレンチデピティ3区の、天皇賞勝った馬がいたんですけれども、名前、すいません、ど忘れしました。そういった馬がいたわけなんですけれども、それ以外にもですね、この、菊花賞におきまして、例えばユーキャンスマイルとか、マイタリオかな、そういったような馬もおりましたし、ポポカテペトルとか、そういった人気薄の、激走もあったような、いわゆるステイヤー排出厩舎であること、こちらは覚えておいてください。あと不思議なことにね、このいわゆる里の冠、この冠に関してもね、このレースと非常に相性がいいということもあります。まあ、お父さんの里のダイヤモンドは言わずもかななんですけれども、それ以外にもですね、里のノブレスであったりですとか、里のルークスとか、そういった馬も構想を果たしておりました。まあ、非常にそういった血統的にもね、やっぱ長距離適性に高いのかなという、そんなところが伺えてしまうわけなんですけれども、そういったもののバックボーンが、なんだろう、この菊花賞向きというかね、菊花賞専用といったらあれなんですけれども、そういったところをさらに拍車をかけるようなね、そんな印象となっております。あと今回の展開なんですけれども、やっぱ2パターンをね、僕は想定した方がいいと考えておりまして、まあ1個目は、まあリビアングラスがおそらく逃げると思うんですけれども、その馬が前走かなりのハイラップを刻んでいた、そこにパクスオトマニカですとか、そういった逃げ馬が絡んでくるとなると、やっぱある程度ペースが上がって上がりがかかる、そしてスタメンが要求される、そんな状況が想定をされます。で、その中においてこの馬なんですけれども、この前走神戸新聞杯、まあ、こちらレコード勝ちはもちろんなんですけれども、結構その未勝利戦ですね。まあ、だいぶ遡っちゃうんですけれども、2歳未勝利戦の方が、まあ、1800メーター戦だったんですけれども、先通過59秒台で、まあ、割と流れていたという状況でして、まあ、当時2着に任した馬が後の毎日王冠勝ったエルトン・バローズということで、こうなんだろう、この競り合いに強いだったりとか、ある程度上がりのかかる馬場に対応することができる、むしろ金層をね、よくあんな瞬発力勝負対応してきたな、ぐらいな、そんな印象すら伺えます。まあ、結構京都の競馬とか見る限り、まあ、前走もそうだったんですけれども、瞬発力勝負だと多分きついと思います。直線だけとかね、そういったラスト3ハロンの競馬だと G1 は勝てないと思うんですけれども、そういった戦前に想定される淀みない流れ、その条件だったらね、うまく進路が開けて3、4コーナーでうまく加速さえつけば、僕はやっぱこの馬が大崩れすることはないのかなというそんなところが伺えております。今年の菊花賞は本命里のグランツにいたします。で、ここから相手なんですけれども、相手本戦、こちらの方にはですね、春こちらも無冠だったファントムシーフ。こちらの馬を抜擢したいと思っております。まあ、こちら前走が神戸新聞杯だったわけなんですが、当時が逃げる競馬で、まあ、結果的にラスト3波の直線勝負でこう負けてしまったというそんな競馬でした。まあ、やっぱこの決闘の限界ですかね、正直。やっぱハービンチャー3区でいうのね、代表3区、ブラストワンピース。この馬が該当するわけなんですけれども、やっぱ小馬になってからは札幌記念ですとか AJCC、さらに有馬記念。まあ、そういった右回りの時計のかかる、上がりのかかる、そんな条件をベストとしておりました。やっぱファントムシーフもね、2歳の時は、2歳とか3歳の冬、今年の1月、2月かですね、それぐらいだったら全然、対応はしていたんですけれども、やっぱ前走だったりその前とかを見てしまうと、やっぱ究極の瞬発力勝負には僕は厳しいのかなというそんな印象が伺えております。で、この馬なんですけれども、共同通支配の後にね、ルメールジョッキーがこう、スタミナがある馬ですという、そんなコメントをしておりましたし、過去の乗ってきたジョッキーなんかもね、そういったスタミナがあるぞというそんなところを示唆しておりましたので、やっぱこの舞台は僕はね、ファントムシーフにとってかなり向くと、そんな風に思っております。で、先ほど、里のところで、
こうハイペースの話をしたと思うんですけれども、そこがねやっぱそうなってばスタミナが要求されます。ただ直線域が引くかと言いますと、そこはまた別の問題でして、やっぱマイラーっぽい切れ味はどうも通用しないとなると、やっぱある程度のね、前に行く先行力が必須だと考えております。で、この前1個だけちょっとね、僕の中でこういう妄想になっちゃうんですけれども、この競馬したら勝てんじゃないのというスタイルがありまして、それがね、結構ライスシャワーが、1990年代なんですけれども、ライスシャワーが天皇賞2回目で、春の天皇賞を勝った時が、もう、最後の1ミリまでガス欠してもいいよみたいな、それぐらいのね足を全く残さないという、そんな早め戦闘での押し切りがありました。まあ、そういった競馬だったら結構後続も足使っちゃうので刺すこともできないという状況が生まれておりまして、まあ、そういった部分を試す意味でもね、前走の竹田がジョッキーが逃げたこと、そして刺されたこと、これはね一つ大きな前進というか、この舞台への伏線だと僕は考えております。まあ、ただこの競馬は失敗する場合ももちろんありますので、今回はね軸という評価ではないんですけれども、そういった可能性を秘めた馬、全然勝ちきれる可能性も秘めた馬、そこでそういうね一頭だということはお伝えをさせていただきました。で、その後がタスティエーラを取り上げます。こちらの馬が菊花賞でダービーからの直行ローテで、どうしよう今後これが主流になっちゃったらどうしようというところもあるわけなんですけれども、まあ、そんな特殊なローテでの一戦となっております。まあ、そうですね、スタミナに関してはね、もう中山の2000持ってる皐月賞で証明済みでもありますので、そんなに問題ないと思うんですけれども、あとこの調教だけで、果たしてどれぐらい息が持つかという、そんなところがありまして、まあ、逆に言うと、その調教に関して言うと、すごくいいです、この馬。全然悪くないというか、それごとこう、やっぱこの一戦に向けて究極の仕上げるぐらいだね、そんなところが伺えておりますので、まあ、調教通り走ればというところなんですけれども、今回はね、そういったぶっつけ本番のローテーションに加えまして、今回初の関西系のね、輸送という競馬でもあります。あんまり、そうですね、まあ、血統的にも父親も母の父も、この舞台大得意というかね、京都外回りの校舎という、そんなところがありますので、あんまりズタボロに負ける姿は正直想像はできないんですけれども、かといって、まあ、勝ち切るかどうかですかね、そこのゾーンで言うと、まあ、先ほど申し上げました2頭に比べて少しだけ落ちる、まあ、そんなところを踏まえてのこの評価となっております。で、その後がリビアングラスを取り上げます。この馬はちょっと今回のね、キーホースというか、そんな形となっている1頭ですね。まあ、おそらく逃げると思うんですけれども、逃げた時にこの馬がどうなるか。まあ、前走この馬が刻んだラップが先通過でいうと58秒9ということで、かなりのハイペースでして、もしこれをね、今回やっちゃったら普通は止まります。ただ、当時が休み明けで、まあ、言ったら余裕残しだった可能性、そこを考えた時にさらに粘りが増して、さらにラップが上がる可能性、そこすらのね、やっぱ考えなきゃいけないのかなというね、そこは一つあると思っております。でやっぱこの路線のキーワードとなるレースとしてやっぱ日本ダービーが上がってくるわけなんですけれども、当時がやっぱねスタミナが果たしてめちゃくちゃいるかというとそういうレースではありませんでした。まあ、4着のベラジオオペラなんかはねちょっとやかというと、そこまで長距離という感じもしませんので、そういった馬がねうまく立ち回りで、上位に来ちゃったレースということを考えた時に、この馬が、この三冠を通してね、春競馬を通して経験をしたことがない、そんなハイラップを刻むね、そんな可能性は否定をできません。となった時にこの馬が残り切っちゃう可能性すらやっぱ考えなきゃいけないということで、今回この位置に置かせていただきました。はい、続いてはウィンファイブ対象レースの S から A 評価はこちらをやっていきたいと思っております。まずは東京の10レースなんですが、こちらの4頭が該当をいたしました。この中だとリフレーミングですね、5歳ボバのこの馬を注目したいと考えております。この馬で注目したいのがです、昨年の、ちょうど秋競馬だったんですけれども、ウェルカムステークスというそんな一戦がありまして、こちらの方で3着に入っております。当時の走破時計が1分58秒2でして、勝った馬がバトルボーン、こちら後にね3勝オープンクラスかな、重賞か、重賞の七夕賞4着ということで全然悪くないですし、2着に入ったレインフロムヘブン、まあ、こちらの方もですね、3勝クラスをあっさり勝ったというところがありまして、やっぱある程度レベルが高かった一戦であること、こちらは頭に入れておきたいとそう考えております。でそうですね、まあ、今回結構逃げ馬が多いような印象もありまして、先週のね、オクトーバーステークスこそ、前残りの決着にはなってしまったんですけれども、その昨年のオクトーバーステークスなんかで言いますと、差しがズドンと決まったという、そんな状況になっておりますので、この開催が進んできた東京芝で、前に行く馬が多い状況を考えますと、この馬の末足が、ズドンとはまってもおかしくないと僕は考えております。はい、次では京都の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、こんな方と牝馬のベルクレスター。僕はこの馬の巻き返しにね、警戒したいとそう思っております。
まあ、筋肉層がいずれも左回りだったんですけれども、その中でちょっとなかなか不甲斐ない結果に終わってしまったんですが、特に前走がね、ちょっと道中後ろから行って、なかなかこの馬切れる、スパッと切れる感じはありませんので、まあ、勝ち馬と0秒4差というそんな結果に終わってしまいました。ただ今回モレイラジョッキーですので、まあ3走前が先行して圧勝という競馬でしたし、やっぱ前に行ってこそだと思うんですよね、僕はこの馬は。そういった騎乗できるジョッキーでもありますし、逆に言うとこの状況でモレイラジョッキーを乗せてきたことが陣営の勝負気配のね、一つの表れだと考えておりますので、3走前と同じ右回り、そしてモレイラジョッキー、この条件だったらね、変わり身があってもおかしくない、そんな一頭です。はい、続いては新潟の11レースです。こちらの4頭なんですけれども、こんな方とですね、まだ3勝クラスという馬ではあるんですが、メモリーレゾン。僕はこの馬に注目をしております。3勝クラスといっても結構実績で見ちゃうとね、かなり抜けてる印象でして、それこそ、フロー、周回賞4着という、そんな競馬もありました。まあ、G1 4着ってね、もちろんいろんな尺度があると思うんですけれども、当時勝った馬はスタニングローズで、2着の波ゆる3着、スターズオンアース。まあ、言ったら春の、この路線の3強みたいな、そんな馬たちとね、そんなめちゃくちゃ負けたわけでもないという、そんな競馬でもありましたので、やっぱこの馬の持っているポテンシャル、それが垣間見えた一戦だったのではないでしょうか。で、戦争が休み明けでですね、この、久々の参戦だったんですけれども、それでも勝ち馬とはタイム差なしということで、まあ、今回叩かれた上積みを持って、まあ、そうですね、夏競馬とかなんか見ても結構、夏の平坦コースですかね、そういったところへの適性も高い印象でもありますので、今回の条件であれば格上挑戦ではあるんですが、通用の可能性、こちらを考えておくべきだと僕は考えております。はい、続いては東京の11レースです。こちらの4頭なんですけれども、こんな方とですね、前走重賞、交流重賞を連帯していた天下春、僕はこの馬に注目をしております。まあ、この馬自身がですね、この東京の 2100m、 この条件何回か使われておりまして、その中で勝利もあるというそんな一頭ですね。で、今回はまあ展開的に速くなるだろうなというそんなメンバー構成でもありますので、そうなるとやっぱこの馬がね、中央のダートにおいては上がり3波の2位以内を常にキープしているという切れ者でもありますし、今回距離延長のね、そんなローテーションなんですけれども、その3走前が距離延長ローテでの勝利でしたし、芝で上げた3勝上げているんですけれども、そのうち2勝が距離延長のローテーションでした。まあ、そういった部分考えて、やはり厩舎もね、この臨戦過程を組んでいると僕は考えておりますので、この条件だったらオープンでの勝利があってもおかしくない、そう考えております。で、あと1頭なんですけれども、こちらの方がサクラリュール、まあ、こちらも早いもので8歳というそんな年齢差し掛かったわけなんですけれども、僕はまだここのね、チャンスがあると考えております。このまま東京 2100m と非常に相性が良くて、成績でいうと1141ということで、7回中6回の馬券圏内がありました。で、そしてこの馬なんか2走前なんかもね、この条件で先行、その時は点先行する競馬だったんですけれども、勝ち馬とは0秒5差で、前走は休み明けだったんですけれども、こちらがね、明らかに全く向かない条件と思われていた右回りの中山 1800m、 しかもね、逃げ馬がそのまま行き切るというそんな競馬でもだったんですけれども、その中で上がり3波の最速の足を使っての5着でした。で、当時が58キロの斤量だったんですけれども、今回は斤量56キロ、そういった叩き2戦目のローテプラスコース代わり、そして筋量減、すべてにおいてね、僕はプラスだと考えておりますので、ちょっと今回人気の盲点かもしれないんですけれどもね、全然勝ち切る可能性があってもおかしくない、僕はそう考えております。はい、続いて京都の11レースです。こちらは週中の動画をご参照ください。はい、以上で菊花賞の予想とウィンハイム対象レースの S から A 評価は、こちらは終了となります。来週は東京で秋の天皇賞ということで、もう見るも豪華なね、そんな面々がね、今回参戦を表明しているという、そんな形となっております。やっぱ注目はイクイノックスとかね、そういったところになると思うんですけれども、そちらの方はね、月曜日のデータ分析、こちらの方からスタートして分析をね、やっていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この動画が参考になったらね、ぜひチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。